はい、じゃあ今回はね、いつものなんとなく修理の時間です。モディファイ2ピースですね。こちらとフィンガーチップレースの2箇所になりますけど、このモディファイ2ピースはちょっとね、ここくるくるくるっていくやつっていうね、感じになってますけど、まあそんなに複雑なあれじゃないので、ちょっと順番にやっていきますけどね。ここはクロスで入ります。よいしょ。これぐらいでいいか。ね。はい。で、クロスなんで、ここを来て、よいしょ。よいしょ。で、こっちに行きますけど、よいしょ。よいしょ。はい。で、こういう感じですよね。はい。もうこれもベタベタになっちゃってますね。だいぶこの大きい M がついてるから、ね、昔のグラブなんだけど、また使われるということで、今日は修理をお受けした次第ですけど、まあ、この辺、面白いのは黒の切りはみですね。はい。で、この辺からだね、ちょっと変わってくるのはね。モディファイ部分だけど、まあ、くるくる巻くだけなんで、後でちょっと整えないとダメなんだけどね。ここ切り込みになってるから、柔らかく使えるようにっていう配慮の装飾だと思いますけど、キュッとこうね。で、そしたら、こっち。よいしょ。で、また、だんだん繰り返しながら、上へ、上がっていきます。だから、思いのほか、紐の長さがいるかな、これな。よいしょ。で、また上がって、で、上がって、で、ここから、どうだっけ？あ、ここから、こうです。でも特殊だからあんまりこれ見ても役に立たないか。それで、よいしょ。今度は、ウェブトップの中を通って、これがほら、ここに来るでしょ？で、上に上がって、あ、これ後で入れるからもう取っちゃおうか。ね。取っちゃって、そうやって今、あ、いい。まだ、ね、こそ、そう、ちょっと、ちょっと、ラケットね、で、これで取れちゃったんで、で、これが、中を通っていきますね、ここね。うん。で、反対側同じように回っていくっていうことですね。ここ一番いいかな。ちょっとこれぐらいかな。うん。
で今度は逆の作業をしていきますけど、よいしょ、ん？よいしょ。ここから入って、あ、違う。これここから入るんだったっけ？あ、違うな。こっから入って、こっち出るんだな。こうだね。こうだったね。反対こうなるから。で、よいしょ。このスリットをカバーするように巻いていきますね。よいしょ。同じ作業を逆の方向からやってますよ。で、ここまで来たらこっちへ行って、で下がって、よいしょ。で、クロスのゾーンですよね。ここでテープ、ちょっと反対側なんでね、チャチャチャってやってますけど、同じことだからね。ここ来て、にゃーっと、よいしょ。で、ここすくってクロスにして、よいしょ。で、よいしょ。最後は、ね、よいしょ。ちょっと硬いかな、新品の紐だとね。よいしょ。キュッキュッ。取るか。あ、取った。で、ちょっと整えて。で、これね、こういうショートでくるくる回るやつだとちょっと癖つけとかないと綺麗に入らないから、まあ、あの木槌とかで、そうすれば綺麗に、あ、あ、あ、よいしょ、収まりますね。はい、うん、よいしょ、ちょっとでいいです。 OK ね。はい、じゃあ今度フィンガーやっていきますね。はい、じゃあね、フィンガーのところね、まあ、いつもと一緒だけど、せっかくだからなんとなく、あの修理の時間だからね、やっときます。これ、あの入れるとこのペシャペシャがね、多少はね、レースの強度で改善するので、まあ、その辺は見れるかなという気はねするんですけど、よいしょ。よいしょ。で、うん、ここを最初きれいに入れたいですよね。よいしょ。うん、うん、あら、抜けちゃった。ここね。
思いますね。あとはクーリクーリスパイダルでね、あの巻いていくだけのとこになりますね。はい、よいしょ。紐のいつも通り紐の向きだけ気をつけながら、よいしょ。でも長いことこれ使ってらっしゃるよね。まだ破れてないから大丈夫だと思うんだけど、ちょっと狭いところにペタンって入れられてたと思うんで、この辺も汚れ落ちるしね、やればね、うん。ただちょっとヘリ側がこれ人工のあの比較なんで、ビニールみたいなやつね、ペロペロってもう表面剥がれちゃってるけど、綺麗に剥がれればそんな手にあのもちゃもちゃとかつかないし、これはこれでまあいいかなと思ったりするんです。まあでもやっぱりヘリ側革のやつねを選んだ方が長いこと使おうと思ったらね、どうしても値段の安いのだと最近減ってるけれども、ヘリ側のところとか、それからライニング裏側がね人工比較製になってるから、人工比較だとねやっぱり革みたいに年数が持たないから、条件によってはもう数年でペロペロってなってきちゃうんで、割れちゃったりね、うん。まあ靴の方の人工比較の技術の向上でだいぶ人工比較もね、あのよくはなってきてるんだけど、やっぱりねグラブはレザーのいいやつがいいよね、長持ちするし。まあその分あの手入れは必要なんだけど、昔はあのスパイクとかねベースボールシューズっていうのはあのステアに、それからキップに、それからもっと柔らかいカーフっていうのもあったりして、で合わせてカンガルーのね、カンガルー側のあのスパイクとか、すごい手入れが必要なんだけど、足添えがいいし、あの軽いんで使ってたんだけど、高級品はね、もう今はほとんどないですよね、うん。シープスキンもありましたよ確か。破れやすかったりねするんだけどな、雨に弱いしね。でそこも革底のパンパンのねやつ、革靴みたいな革底 でそこに金具、三角金具をね前後に釘で打つ感じでね止めるんだけど、ずっとそれが使われてて、私が子供の頃にナイロンの、当時ナイロンのあの薄い柔らかいフレキシブルなソールが最新技術だったんで、ナイロンのソールが出てきて、でその金具もあの釘じゃなくてナイロンなんで、あのネジが使えるんで、ネジ止め式になって自分でねあの交換できるようになりましたっていうねことだったんだけど、もう最近はここ数年10年ぐらいもう使い捨てになっちゃって、替えのスパイクももうあのほとんどっていうか全然売れないね。もうそこの金具が減ったらもう大体アッパーも破れてるでしょっていうね。その代わりあのすごいスパイクの値段はグラブと違って昔より安くなってますね。人工比較だから比較的その量産できて、あの作りやすいので値段は下がってます。でその代わり使い捨てにしてよっていう風なね、感じになってきてますけれども、そうやって変わっていくんだけどね。まあグローブは割とこうやっぱり革で保守的だからめちゃめちゃっていうのはないけど、でもやっぱり一部ねスーパースキンとかスピードシェルとかハイパーシェルとか、そういったあの天然比較以外の人工比較の素材も適材適所で部分的に使えば効果的なので、あの増えてきてますけどね。はい、まあでもそうだな、どれかって言われたらやっぱり天然比較 100% のね
グラブ使ってみたいかなって思ったりするんだけど、うん、ということで、できてきましたね。キュ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 ね、はい、よいしょ、これでパチャ入りました。2ピースのね、これはモディファイ2ピースとフィンガーチップのところね、今日はなんとなく修理の時間でございました。ありがとうございました。じゃーん、なぶりぶりじゃん。いてて、何